東出正大は日本の俳優、ファッションモデル、埼玉県出身、ギグマネジメントジャパンを経て現在はユマニテ所属。高校時代に第19回メンズノンの専属モデルオーディションでグランプリを獲得しデビュー。高校卒業後は大学進学するも中退し、宝飾デザイナーを目指してジュエリーの専門学校に進む。二千六年から二千十一年まで。 パリコレクションにも出演。塚カや、幼児山本などのモデルとして活躍。2012年、映画、霧島、部活やメルテてヨで俳優デビューし、この作品をきっかけにファッションモデルとしての活動をやめ、俳優に転身。この時演じた、菊池博樹役で、第67回毎日映画コンクール、スポーニチグランプリ新人賞と、第36回日本アカデミー賞。 新人俳優賞を受賞した。2013年には NHK の連続テレビ小説、あまちゃんごちそうさんと上半期、下半期に2作連続で出演している。ごちそうさんのヒロインの夫、サイモン・ユータロー役でブレイク。2013年にはオリコン調べによるブレイク俳優ランキングで4位にランクインした。2014年4月12日。 映画、クローズエクスプロードで映画初主演。2018年、映画、キクとギロチンや、寝ても覚めても、での演技が評価され、数々の男優賞を受賞する。2020年7月、9年ぶりに幼児山本、春夏パリメンズコレクション2021に出演。同年7月に、映画、コンフィデンスマン JP プリンセス編が公開され、続編。 英雄編の制作が告知された。同年9月、三島幸夫没後50周年記念舞台、三島2 0 2 2出演。同年6月に劇場公開された映画、スパイの妻がベネチア映画祭で銀次首相を受賞した。2013年度後期放送の NHK 連続テレビ小説、ごちそうさんでの共演を機に交際に発展した女優の、 アンズと2015年元日に結婚する予定であることを報道され、同日に連名のファックスで結婚を正式発表。2015年1月1日に埼玉県内の市役所に婚姻届を提出し結婚した。同年10月4日に東京・港区のあたご神社で結婚式を行った。ちなみにアンズとの最初の出会いはドラマではなく、東出とアンズが モデル時代の2006年にパリコレに出演した際、パリの路上で、東出から声をかけたという。2016年1月13日に、妻のアンズが、所属事務所のファックスで、双子の第一子、第二子妊娠を発表、双子の女児の誕生が5月16日に公表された。2017年3月31日に、妻のアンズが、 所属事務所のファックスで第三子妊娠を発表。同年11月上旬に第三子となる男児が誕生したことを11月7日に発表した。2020年1月23日、女優、唐田エリカとの週刊誌報道の影響で出演していた CM が打ち切りとなった。同年8月1日、アンズとの離婚を発表。埼玉県立朝霞高等学校卒業。 特技は、剣道、バスケットボール、サッカー。剣道は、父親が、剣道の先生をしていたために、幼少期から剣道付きの毎日だった。また、高校時代は、よさこいの活動も行っていた。ダニーは三段である。時間が空いている時に、道場で、子供たちの指導もしているという。また、父親は、日本料理の調理師でもある。ごちそうさんでは、慣れない。 大阪弁での演技に備え、撮影開始1ヶ月前に大阪市へ引っ越し、天馬天神繁盛亭や喫茶店でアルバイトしたり、情報落語を聞くなどして役作りに努めた。趣味の一つに将棋がある。将棋騎士の藤森哲也と親交があり、よく藤森が東での自宅を訪れて、将棋の指導を行っているという。2014年には、 当時の森内俊之名人と対談したこともある。2016年には映画、聖の青春で、ハブ義晴役を演じる関係で、実際にハブが将棋七冠を獲得した対局で使用していた、メガネを譲り受け、同作の映画監督、森義隆は、東での役作りについて、ハブさんへの心の底からの尊敬を足場にし、佇まい、所作、寄付、 精神性まで徹底した研究に研究を重ねたものと絶賛したが、本人曰く、将来、ハブ吉春記念館ができたらそこに所蔵されるべき品物なので、それまでお預かりするつもりとのこと。同作の主人公である村山清を演じた松山健一と東での二人に対して、日本将棋連盟が初段免状を贈呈することとなり、 同作公開時の舞台挨拶の際に、ハブヨシハルが登壇して二人に免状を手渡した。日本酒、歴史が好きで、時代劇にも興味を持つ。料理の腕も知られており、うなぎの調理は釣ってばくところから始める。ばき方はネット動画で覚えたという。落語も愛好しており、不定期で放送されているんくてれのテレビ番組、落語ディーパー。東で、 一之助の話の話で司会を務める。ありがとうございます。